全体的に比べて、まあ、今のレースに比べて準備や、レースペースあとはエンジニアとのコミュニケーション全てが、ステップアップできた週末じゃないかなというふうに思います。あとはエンジニアとのコミュニケーション全てが、ステップアップできた週末じゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、特に来たのが先週に、イタリアのチームの拠点に、移って、そうですね、はい、特に来たのが先週に、イタリアのチームの拠点に、移って、本当に先週毎日チームと、準備を重ねて、本当に先週毎日チームと、準備を重ねて、ペースが今どこなんで足りないかとか、車がどこが足りないかっていうのを、ペースが今どこなんで足りないかとか、車がどこが足りないかっていうのを、結構、話し合ったおかげもあり、FP1 から結構、話し合ったおかげもあり、FP1 から FP1 で少し流れは良くなかったんですけど、そのままいい、ビルドアップができて、FP1 で少し流れは良くなかったんですけど、そのままいい、ビルドアップができて、予選までにまとめ上げることができて、レースではいいペースを築けたので、予選までにまとめ上げることができて、レースではいいペースを築けたので、本当に今まではすごく全体的に含めていいレースでしたなと思います。本当に今まではすごく全体的に含めていいレースでしたなと思います。全体的に比べて、今のレースに比べて準備や、レースペース、あとはエンジニアとのコミュニケーション全てが、ステップアップできた週末じゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、特に来たのが先週に、イタリアのチームの拠点に、移って、本当に先週毎日チームと、準備を重ねて、ペースが今どこなんで足りないかとか、車がどこが足りないかっていうのを結構、話し合ったおかげもあり、FP1 からFP1 で少し流れは良くなかったんですけど、そのままいい、ビルドアップができて、予選までにまとめ上げることができて、レースではいいペースを築けたので、
本当に今まではすごく全体的に含めていいレースでしたなと思います。